それでは質疑応答です。まずは管理者の方です。管理者の顧問会議について、先ほどの市長の発言とかぶってしまうところもあるかと思いますが、まず、2点聞かせてください。1つ目が、北口議員に対しての4回目の辞職勧告について改めてどのように受け止めていらっしゃるのかというところと、まあ議長などから会食の要請書も提出されましたけれども、今後どのようなことを本人に求めていきたいとお考えでいいでしょうか。まず1点目、北口議員に対して、まあ、今日3回目のですね、市議会においては3回目の、また政治倫理審査会のものも含めますと4回目の、この辞職勧告ということが決議されたということでございます。やはりこの議会においてですね、まあ、3度も辞職勧告が出される事態となるということは大変異常な状態であるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。それと同時にやはりこれまで特別委員会等の審議もあっておりましたけれども、北口議員自らがですね、市民に対して説明責任を果たしておられないということ、ここについても極めて問題が大きいというふうに私自身は思っております。まあ、こうした、議員辞職勧告がたびたびですね出されるという事態がですね、この熊本市政全体の信頼をですねやはり揺るがしかねない大きな有識問題であるというふうに私自身は思っております。こうしたことを踏まえてですね、北口議員におかれましてはですね、きちんとこうした意味を踏まえて、この勧告にですね、総理を、なさるべき、もしそれに沿わないということであれば、やはりきちんと正々堂々とですね、社会の役になるなり、なんなり、してですね、私は市民に対して、説明責任をなさる。それから2点目の市長が任命をしている役職ですね、これについての解職要求について市議会の参議院長からいただきました。これについては大変先ほどこの要請をいただいたわけでございますけれども、議会の総意としてですねいただいたということで極めて重く受け止めております。北口議員の引退する関するですね、この役職におきましては農区長、それからですね農政推進協議会委員、それから農業委員、この3つが対象として、この解職の要求が先ほど出されたところ、私の方から早速担当部局の方にですね、会食の要請に基づいてですね、その対処をするようですね、指示をしたところでございます。で、農区長及び、この農政推進協議会委員については、この会食要請を受けてですね、私の方で会食に向けた手続きを指示したということで、できるんですが、この農業委員につきましてはこの解任については法律上ですね推薦団体からの解任請求が必要となります。このため推薦団体であります熊本市農協に対しまして市議会からの要請を踏まえ解任要求についてですね検討いただくようですねお願いをすることとしております。いずれにしましてもそれぞれこうした役職にですねついていることでですねその議員としての権限のみならずですねいろいろな努力の際にもですねそうしたこの役職におけるその権限もですね強く働いたということで議会の方からもご指摘をいただいたところでございますので、こうした議会の総理を受けて要請を受けてです、早速受け取りを始めるということでございます。
もう一点、あと岡田市議の報道について連日報道なされていますけれども、今日現状中には議長から出されますけれども、はい、改めてこの一連の岡田市議の報道についてというのはどのように受け止めますか。私といたしましては、この子育て支援の充実、それから子育てをしながらですね、仕事を両立させるということ、またそうした子育てをしながらですね、市政に参画をしていくということは大変重要だというふうに考えております。で、そこで本質としては、これまでですね、積極的に待機児童の解消ということで、保育環境の整備に取り組んできたんですけれども、今後さらにですね、やはり市民ニーズを踏まえて、子育て支援あるいはこの働き方改革というふうに最近言われておりますけれども、こうしたことに充実をさらにですね、充実をしていくということを我々取り組んでおりますので、現状の制度に不都合な点がないかという把握も含めてですね、事務方へは適切に対応するように指示をしたところです。で、一方でですね、この議会のルールということについて、どう定めていくかということはこれ議会で今後ですね、検討がなされるということであるというふうに思いますので、私がその議会のルールについていちいちコメントするということは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、一般論として私の所感を申し上げますと、例えば議会というのはやはりいろいろな手続きが非常に、一つ一つ、議論しながらですね、取られなければならないということになっておりまして、例えば議席の変更であるとか、議席の指定一つとってもですね、本会議で一時この採決を取らなければいけないというようなルールがあります。ある意味ではそれが若干その手続きとしてですね、クラシックすぎるというか、そういうような考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはり一つはやはり民主主義としてそういう手続きをしっかり取っていくということは重要なことだというふうに思いますので、ある意味では今回の尾形議員が、議場にですね、お子さんを今回の初日にお連れになったということについては、私も非常に最初は許可を得てお連れになっているんじゃないかなというふうに思って、大変そういうふうに思っていたんですが、そうではないというふうにお聞きしましたのでですね、そこについてはやはり十分な手続き、特に1ヶ月前あたりからですね、議会運営委員会等が開かれて、いるわけでありますので、そうした場にですね、事前にですね、尾形議員からご相談を正式に議会に対してですね、されるなど、他の議員からもですね、しっかり理解や共感を得られるようなですね、手続きを、手順というのを十分考えられたんじゃないかなというふうに思っております。で、尾形議員の方からのコメントで、報道でも私ちょっと拝見させていただいたんですが、無所属で一人会派でなかなか、そういった主張が届く場がないというふうなことをおっしゃっておられましたけれども、私自身県議会議員として、一人会派で、無所属で、活動を長年しております。そうした中でいろいろと議会に対してもいろいろな手続きや要望等を行うということは回数は限られていたりしました。発言の機会もやはり制限がありました。このため例えば議長にですね、文書で正式に依頼をして検討をしていただいたり、その後議会運営委員会で議論をしていただいたりということはですね、私の方からいくつか県議会の方でですね、議員時代にそういう要請をさせていただいたということもございますので、そういう手法というのも、取れるというふうに思います。市議会の、運営の在り方についてということについてはですね、現状で、不十分な面があるというふうなことであればですね、やはりそういった民主主義のルールに基づいてですね、
をしっかり踏んでいただくということが重要ではなかろうかと考えています。はい、どうぞ。グループラスペの2つの件の確認さんですけども、今回、撮影をかけるのは初めてですか？そうですね、はい。これまでにも、先月、国に要望にされている際にも、国が設定に反映するようにして、ベビークラスだったりとか、難民出産制度を、例に挙げられているかと思うんですけども、はい、今回、撮影ということで、要望を具体的に活性化するというのを考えています。はい、一つ今回ベビークラップであるいは妊娠相談所という、ドイツの機関がございますけれども、こうしたところ、日本でいうところの、児童相談所の機能の、その妊娠の部分だけを特化した機能というふうに考えられますけれども、こうしたところをですね、視察をするということでですね、やはり特に内密出産制度については法が、できてからちょうど3年が経ったところでですね、実際に評価の報告書というものも、ドイツ連邦の方からですね、出されております。ドイツにおけるそういう妊娠相談体制であるとか内密出産制度というものが、実際にどのようにこの機能をしているのかということをやはり具体的にということで、非常にこれは参考になるというふうに思っています。日本では今この、熊本市内のですね、慈恵病院の、モルトリのゆりかごというのが、その臨時施設ということになりますけれども、それらの運用とですね、比較をするということが、まずはいろいろ参考になるんだろうというふうに思います。それから内密出産制度についてはドイツでは法制化がされて、そして評価も今されている段階ですけれども、日本ではまだそうした議論まで至っておりませんので、今回私が視察をしてですね、そういった内密出産制度等についてもですね、得た知見をですね、国への要望を出すと、こういったものに生かしていく、あるいは指定都市長会とかでもですね、要請活動を行っていく、こういったことにつなげていきたい。話し合いされるということだったんですけども、どのような方々とお会いすることですか？一応ですね、今構成としてはベイビークラッペの施設とそれを運営しておられる方々それぞれ2カ所、お邪魔をしてまいります。情報交換をしていくということ、それからあともう1カ所は、この妊娠相談所というここに行って、その施設の担当の方、等々ですね、お話をさせていただくということで、いろいろ情報とか、ヒアリングを行いたいというふうに思います。で現地に児童相談所の副所長も一緒に参りますので、それから現地でですね、熊本大学のトビアス・バウアー先生、これは実際にこの根本の取りの理科も含めたですね、ドイツ の内密出産制度も含めて研究をなさっている研究者でもいらっしゃいますが、この方にも一緒にご同行いただくことになっております。それでは、ありがとうございます。はい、ですか、内密出産です。別番に関しての熊本市さんが市漁協に対して変化請求されていると思うんですけれども、はい、実はおそらくこの方が先週ぐらいだと思うんですけど、これまでにその返金というのが合っているのかということと、あと返金がない場合ですね、前回も聞いたんですけど、法的措置というか、そういう手段に可能性があるのかというところを伺いたいんですが。はい、まずですね、熊本市漁協に対してのこの返還請求についてはですね、通知書を11月24日に、内容証明の郵便で、代表理事である北口議員宛にですね、発送をさせていただきました。で、翌25日に配達済みであるということを確認をしております。
で、この返還期限は12月8日までというふうにしていたわけでございますけれども、入金状況を毎日、電子化システム等で、担当が確認をしておりますけれども、本日現在では入金は確認ができていないということでございます。で、11月の26日からですが、そういったことで、確認できてませんの で、 です、ね、引き続き、例えば事務処理上納付をです、ね、数日を要するということもあるというふうに考えられますので、引き続きその確認作業というのは行っていきたいと思います。で、その状況をもう一回見て今後の対応を考えたいと思います。いずれにしても、引き続き請求をするということになろうかと思います。まあ、続けてかなり銀の意見でもですね、強要罪だとか、潜在だとか、そういうところに当たるのではないかという意見もあるんですけれども、特にその刑事告訴とか、そういう方面では、今のところ考えているのか、なかなか今、できる限りの、手段を取っているということでありますので、今の段階でですね、刑事ということで、状況ではありませんけれども、少なくとも、今これから、例えばそういうその組合への返還請求の状況ですね。それからこの、役職の退職であるとか、こういったところを次々と行ってまいりますので、その段階でいろいろと判断をしていきたいです。はい。冒頭の話で、不当要求への対応マニュアル基本方針されているという話がありましたね。スケジュール感といいますか、どういった形で議論するとか、そういったものが基本的にはですね、我々、今、12月1日にですね、幹部職員に向けてですね、訓示を行ったところです。やっぱり今こうしたことをですね、徹底的に対応を取ってですね、市役所が変わらなければですね、今後変わることはできないというふうな、強い認識のもとで、こういった、マニュアルの策定、をしていきたいというふうに思いますが、これまでも何度かそういう口利きであるとかそういったものに対して対応ということはずっとやってきたんですが、本質的にですね、やはりこうした問題が、ブレスガイル監査によって指摘をされるということは、やはり、もっと議会と執行部の関係というのが、実際に今どういう課題があるのかということをですね、職員からの聞き取り、それから例えばアンケートとかもそうでしょうけれども、そういったことを行う必要があるというふうに思っています。ですので、いずれにしてもこの、スケジュール感というか、もうできる限り早くやりたいとは思うんですけれども、一方では、不要求対策等の防止、の対策会議の方で、きちんと我々幹部メンバーも、そうしたことを議論してですね、決めていこうと思っていますので、できるだけ、年度内にはですね、そういった方針を策定をしたいというふうに、私の、スケジュールの中では考えています。方針の策定後にマニュアルを策定するイメージでしょうか。当然方針とマニュアルは一緒に策定をしていくというふうなイメージです。ただいずれにしてもですね、こうしたことについての対応がですね、やはり今まで結局、特別会部監査で指摘された事項も含めてなんですけれども、市の組織としてですね、やはり、これを本当に重く受け止めるということでは、やはりこれまで長年ですね、こうした、悪い慣例といいますかね、議会から要求があったら、それは、大変だから、ある程度要求を飲まなければいけないというような、この市役所の中に体質があったとすればです、ね、これはもう長年培われたものでですね、培っ
たっていうと変ですが、長年その悪い慣例として続いてきたことでありますので、これをですね本当に一掃しようと思うとですね、相当なやはり覚悟と、それから息の長いやはり取り組みが必要だというふうに思います。というのは常に議会からのいろんな、要望とか提案とかというのは常にあるわけですよね。それから市民の皆さんからもいろんな、ご意見とか提案とかいろんなものは来るわけですが、それが不当な要求なのかどうかということをやはりきちんと、例えば、組織的に文書で残す、あるいは、録音で残す、でそれに対してどう対応して判断をして、そして、そういったものを、断っていくのか、断じてそういったことを許さないという姿勢を示すのかということを、やっぱり、きちんと具体的に動くようにですね、やっぱり方針、マニュアルを策定していかないといけないというふうに思っています。ですから、ここが一番難しいところです。で、どこまでが良くて、どこまでが悪いかというのは、例えば、議会のやり取りがどういうふうに実際に行われているのかということを、職員がきちんと共有をしながら、そして、事例ですね、そういったものも具体的な事例というのもやはり、ある程度示す必要があるというふうに思っています。ですから、そういう意味ではただ単に、はい、マニュアルを作りましたということではなくてですね、常にこのローリングチェックをしながらやっていかないとですね、結局権力というのは腐ってしまう。やっぱそういうですね、自覚を持って、おかねばならない、それほど重い今回の、今の熊本市の状況が置かれているので、極めて、重い状況があるということだというふうに思っております。加えたいんですけども、来期市長選に出馬されるご意欲はありますでしょうか。まだ今それを表明するように今このタイミングでそういうことを答えする状況になっております。ありがとうございます。関連しますけれども、個別財務監査報告を受けて市長と市長も言及と責任を取っただけでということなんですが、ここに関しては、その職員もその携わっているわけですので、その職員からの事情を聴取をするとか、職員に対しての処分というのはお考えではないでしょうか。実際にはですね、もうすでにここに上がっておりますいろいろな案件については、過去に退職した職員も含めて、いますので、ある程度状況の把握というのはもう済んだ状態の中で、こういったものが、やはりその法律がでも明らかなというふうに思っています。そういうこともありますので、私自身やはり、けじめとしてですね、市のやはり最高責任者である、ね、市長が、責任を取るという形が一番望ましいということで、自身の、言及ということで市議会の方に提案をさせていただいて、それが委員長の決をいただいたということです。で、それから当時の平成24年までこの孤立学監査の問題というのは遡りますけれども、その当時の、局長であった合わせて言及という形で、中華側としてのですね、当時の担当としての責任をという形で、責任を果たすということだというふうに思っております。本当に携わった方の処分というのは、この処分でそれ以外の処分ということでは考えていないと思います。同様企業の対応について何か何々確定するということなんですけども、ね、自治体によっては条例を設けられて、議員から限らず市民からの要求に関しては全て対応してあげているというような対応をしているところがあるんですけども、本当としては条例を設定する、そうですね、当然そういった手法を取られている我々もこの対策会議をきちっと設置をして、ちょうど私が就任してもやがて、来年の4月でちょうど3年になるんですけども、会議を設置してるので、こういったものをやっぱりきちんと機能させるということが重要だと思います。
で、その、例えば今回のマニュアルの策定も含めてですね、その過程の中でそうした、まあ、他の自治体で、実施をされているですね、その条例等々がですね、やはり有効だということがあればですね、これは当然議会でも議決案件にもなりますので、そういったことの協議をしながら、進めていくことが十分考えられる。昨日が重要だということを言われたんですけど、会議体に設けられてから以降はもうそういうことが一切ないということがありますので、私が基本的には就任した以降の、その、まあ、会議体を設置した4月以降ですね、そういったというのは全くでないということがありますので、まあ、そこは、まあ、逆に、まあ、先ほど申し上げましたけれども、放っておくと本当に権力というのは腐るという自覚を持ってですね、常にやっぱり意識を引き締める、そういう覚悟が必要だというふうに思います。はい、どうぞ。質問新聞の神田と申します。全く別件なんですけど、関連市の予定の件で、却下をされた人の方なんですけど、グループの仕掛けで女性審査会の方ですね、説明業を説明しない、仕掛け説明しないのって条例違反だっていうふうに指摘が5件についてあったと思うんですけど、それについて市長の受け止めを伺いたいと思います。まず、まあ、一つはですね、審査会のご意見を踏まえて、そうした支給の決定の採決をしたということでですね、ございますけれども、今回、まあ、この広域行政不服審査会の方針の内容というのが、まあ、ご承知の通り、まあ、その理由が、まあ、具体的に記載されていなかったということ、それから、このことが、この年の行政手続条例の第8条第1項に、まあ、違反をするということで、指摘があったということでございますので、こうしたことについて非常に重く受け止めています。で、我々はやっぱり速やかにですね、最後の熊本市の災害奨励金等の支給審査委員会にですね、発表するこういうことが必要だというふうに思っているんです。通知の内容で震災と死亡の因果関係がなかったというふうな説明に終わっていたっていう、その説明理由がしっかり使われてなかったっていうのは、なんか理由が。いや、特にですね、そういう処分理由の状況と処分理由のその記載が記載の方法ということについては特段何の配慮をしていなかったということであります。ですからそういう意味で、今回その方針を受けたということで、まあ、きちんとですね、ご指摘の首脳作業所というとの中心さないと思っていたの決定ですね。それについてやっぱり、まあ、皆さん方がその内容をですね、きちんと理解をされるようにですね、丁寧に説明を行っていくのが非常に重要かなというふうに思います。で、まあ、実際に通知を受け取った方からもですね、支給のこの理由に関する問い合わせが数件あってたということでですね、もともとはその、まあ、なんでその、今、その理由を何か詳しく書いてなかったかということについてもこういう合わせが、まあ、お尋ねがあったんですけど、東日本大震災の被災自治体の通知文というのを参考に通知をしていたようで、あります。で、まあ、実際にですね、今年の2月からは具体的にその支給とした理由を記載をしているところなんですけれども、それ以前のものとしてですね、支給のこの理由というのをですね、きちんと利用して真摯に対応したい。
今後の対応というのは、その遡って、その2月以前の申し込みをいた分も含めて、そのもう一度、申請を受け付けるという。そうですね、そのルールについては、そういうことで。当然国に対してももうすでにそういった
状況は把握されていると思いますので、言ってください、ない、ということはもうすでに何回も何回も言っておりますので、まあ、そういう意味では、たまたま今回ドイツに行く機会があって、9月に実は行ったときに行きたいと思ってですね、調整をしたんですが、調整できなかったものですから、で今回また12月に、まあ、ハンドボールの大会ということがメインのあれではありますけども、その大会が終わった閉会後にですね、先方とのアポイントなり、会って話を聞いていただけることがあったので、まあ、それで行くということです。ですから、まあ、確かに私がただこういう、まあ、実際の長として行動することについてはですね、そういった結果、経過についても国の方にですね、きちんとお伝えをしてですね、アクションを起こしていくというふうに思っていますので、まあ、その辺で国の方でもまた考えていただけるといいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。何でしたら、個人的に、決着会議を終了させてください。